平成25年度高卒認定試験第2回数学大問3を見ていきたいと思いますこの大問3ではここに書いてくれている通り2次関数の問題が続いていくよね2次関数2次関数ですそれじゃあこの2次関数ってどんな関数かっていうとまず式の形を確認したらこれです y イコール ax2 プラス bx プラス c と この形で表されるのが二次関数なわけね。なんかめっちゃ難しい風に見えるかもしれんけど、要は x の2乗が y イコールの後に入っていれば、それはもう二次関数です。なので、ここも x の2乗出てくれね。x2 乗出てきます。すべて二次関数になってくる。そして公認では、特にこの大門さんでは、二次関数のグラフについて考えていくので、グラフについて考えるときは式を この形に変えてあげた方が分かりやすいです。y イコール a 括弧 x 引く p の2乗プラス9と、この形にしてあげれば、グラフ考えやすくなるのでね、ここで出てきている式っていうのも、すでにこの形にしてくれています。それじゃあ、これある程度押さえた上で、2次関数はこんなもんやなっていうのを分かった上で、括弧一番を読んでみましょう。 二次関数 y イコールマイナス括弧コ x イク3分乗プラス七のこの形になってるやね。グラフは二次関数 y イコールマイナス x 二乗のグラフをどのように平行移動したものか。次の一から四から選びなさいという問題です。で、この括弧一でよく出てくる問題のパターンって、この平行移動のパターンか。まあ今まで見る限りね、 もう一個は、グラフの、グラフの形を選ぶ問題です。どっちかしかないよ。そして、この1番と2番、全然違う問題に見えるかもしれませんけど、この2つを考えるときのポイントって、頂点の座標に、グラフの頂点の座標になってくるんです。このグラフの頂点って何かって言うと、グラフがないと分かりにくいね。 ここのことです二次関数のグラフはどんなグラフでもこうだったりあとはその逆のこうだったりこういう放物線と呼ばれる線なのやけど一番尖っている部分が出てくるのやねここのことを頂点と言いますそしてこの二次関数のグラフを把握する上で大事なのがこの頂点なわけねそして括弧1の平行移動の問題です これは平行移動ってそもそもどういうことかっていうと例えばこのグラフこのグラフをそのまんまスーッと平行に移動してあげたらそりゃ形を変えずにねこれに移動してあげることができるんよ形はちょっとグニャってなっちゃうけど一緒ねそしたらこの平行移動ってどんなふうに理解できるかっていうとこの頂点の部分がどんなふうに動いたかっていうので 見てあげることができるんですなのでこの括弧1の問題ではこのグラフの頂点の座標そして移動する前のこっちらがあるよねこっちのグラフの頂点の座標これをそれぞれ分かってあげればいいとそれじゃあ具体的にこの2つのグラフの頂点の座標どうなのかまずこっちらは簡単ですこれは一番基本的な2次関数のグラフの形になるので原点を通るつまり x が0 ゼロ代入したらゼロの二乗でゼロやね。y もゼ0です。このグラフは y、y イコール x の二乗とかマイナス x の二乗の一番基本の形はゼロ頂点として原点を通ります。なので、ちょっと汚くなってきちゃったけど、こういうグラフになるってことだよね。ここを必ず通ってます、しかもここが頂点になってますよと。 そしたらこっちこっちの頂点はどうなるかっていうとなんでそうなるかっていうのは説明後に置いといてここの部分だけ見てあげればいいんですこの形 y イコール a カッ x 引く p の2乗プラス q とこの形に式グラフの式を変えてあげればその二次関数の頂点の座標はどうなるか頂点っていうのは座標っていうのは x 座標と y 座標からできてるんやけど この頂点の座標は、ここの P の部分、ここの P の部分の逆、符号が逆になったものが X 座標になってます、これ言となので P やね。そしてこの Q の部分、これはそのまま持ってきてあげてください。これが実は頂点の座標になってくるんです。なのでこのカッコ1の二次関数、これでいくと、頂点の座標っていうのは、X 座標が ここの部分、マイナス3の逆になるよね。x 座標が3、y 座標は7になると。これが頂点の座標になるんです。そしたらね、頂点の座標、わかりました。2次関数 y イコールマイナス x 3の2乗プラス7の頂点の座標は3、7で、2次関数 y イコールマイナス x の2乗は00ですよと。そしたら、このグラフはこの00のグラフを どのように移動したか。ゼロゼロが三七に動いたでっていうことやねんから、X 座標は三移動してるやね。そして Y 座標は七どっちらもプラスに移動しています。それが書いてあるのは一番だけやね。なので答えは一番になりますよと。こういうふうにして、この三番の大門さんの括弧一っていうのは、頂点の座標です。しかも結構これ。 逆を取ってあげただけやね。ちょっといろいろ難しい話だと思うけど、逆取っただけです。え、それを見てあげれば答えを出すことができるんです。え、それじゃあ、ま、問題の解説はここまでやねんけど、なんで、じゃあここの部分を取ってあげたら頂点の座標になるか。これ気になる人もいると思うので、ちょっとここだけ別に解説をしておきます。これを使ってそのままやったようか。 y イコールマイナス x-3 の2乗プラス7とまあこういうグラフやったわけねそしてこのグラフの頂点はと考えていくわけねんけど2次関数のグラフってまあここの a の部がプラスの時はこうなるし上に開いたグラフになるしマイナスの時はこういうグラフになるわけやねんけどそれぞれこの頂点の座標って こっちのグラフでは一番小さいとき、そしてこっちのグラフでは一番大きい時の値になってるわけやね。そしてここが一番小さいとか大きいって、どこで、どうやって決まるかっていうと、これはマイナスがついているから、こっち側ね。このグラフが一番大きくなるときって、ここって二乗したものにマイナスをかけるので、必ずマイナスになるな。 それなんやったら、このマイナスができるだけちっちゃくなるときが、全体 y としても数は小さくなる。つまり、ここの部分が0になるときやね。ここはプラスにはならないので、ここの部分が0になるときに、このグラフっていうのはこの頂点、最大値を取るようになるんです。そして、ここを0にしようと思うと、どうしたらいいでかここの部分を0にしてあげればいいんやね。 そうすると、ゼロの二乗にマイナス、まあ何がかけてあっても、ゼロかけるなので、ゼロになるやな。なので x、x-3 引くがゼロになるってことは x、x は3やなと。まあこういうわけで、ここの符号の部分と逆の符号を取ってあげることになってるんです。そしてここがゼロの時の値って、y はそのまま残っているこの部分、7だけになるんやね。 ま、なのでこういう形にして、ここが0になるときに必ず2次関数では最小や最大をとって頂点になるので、これがそのまま頂点の座標を表すことになるんです。